はい、えー、今回はソニーベガスプロの自動リプルの使い方をご紹介していきます。ベガスで編集を進めていくと、こんな感じでタイムラインに複数の素材が並んでいきます。こういった時に、この途中の素材ですね。これをもう少し短くしたいと言った時に素材をつまんで短くするのですが、こんな感じで素材に隙間ができてしまいますね。こういった時には、素材をドラッグして、 詰めていく必要があります。まあ、一つずつ行ったり、選択ツールで選択して移動したり、といったことになるのですが、こういったときに、この自動リップルですね。このアイコンをクリックでオンにしておきます。すると、素材を短くしたときに、後ろも一緒についてくるようになります。 下の素材も移動すると後ろが一緒についてきます。これが自動リップルとなります。そしてこの自動リップルには設定の項目が横のタブに3種類あります。デフォルトでは影響のあるトラックとなっています。この設定ですとこの動かしたトラックの後ろのみがついてきます。そしてこの設定を 全てのトラック、マーカーおよびリージョンに変えることで、このトラックを動かすことで、後ろにある全てがついてくるようになります。別のトラックもですね。こんな感じでスムーズに素材の長さを変えていくことができます。 そして一つ注意が必要なのですが、今素材の長さを変えるときに、この端をつまんで伸縮させているのですが、例えば、途中で S を押してカットしてデリートで削除するといった場合ですね。この場合、デリートを押してしまうとリップルで詰められるのが、間にあるすべての空間を埋めてしまいます。こんな感じですね。こんな感じでリップルの動作が変わってきますので、ここは、 注意が必要です。削除する素材とここにある空間すべてをデリートで埋めてしまいます。基本的には伸縮で行うことになります。こんな感じですね。そしてリップルにはもう一つ設定項目があります。影響のあるトラック、バストラック、マーカーおよびリージョン。 これは、例えば、10秒のところで、M を押して、10、セック。まあ、こんな感じで、マーカーを使っている場合ですね、編集に。こういった場合に、マーカーが一緒に追従してくる設定となります。 デフォルトの状態の影響のあるトラックにしていると、このマーカーはついてきません。が、この2個目の項目に設定していると、動かした時にマーカーもついてくる。といった設定の違いとなります。すべてのトラックマーカーおよ指リージョンに設定すると、マーカーも含めたすべてがついてくるようになります。 こんな感じですね。これが Vegas Pro の自動リップルの使い方となります。使いこなすと非常に作業効率が上がる機能ですのでぜひ使っていてください。今回は以上です。またお会いしましょう。